カツ千歳は昭和24年新世界のジャンジャン横丁で生まれた串カツの専門店でして、外はカリカリ、中はふわふわ、新鮮な素材を使った串カツが特徴のお店です。この先100年、200年と皆様に末永く愛されるお店になるよう努力してまいりますので、皆様のご来店を心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします。ご来店お待ちしてます。東大阪経済新聞の和田です。普段は東大阪市内の面白い情報を取材して発信しています。今日はこの10本コースをご用意いただいてまして、一番名物の牛肉をいただきたいと思います。二度漬け禁止のソースにたっぷりつけていただきたいと思います。千歳さんの串カツはすごい衣がふわふわしてるので、たくさん食べても胃もたれしないのが特徴です。千歳さんの名物の土手焼きをいただきたいと思います。このずっとこう継ぎ足してるこの白味噌がベースになったソースをで炊いています。いただきます。うん、飛んだ。すごいプリプリしてて美味しいです。串カツ千歳さんの串カツはさっきも言いましたけど、すごい衣がふわふわしてて美味しくて、衣にも味がついてて、ほんのり甘い感じが美味しいと思います。で、他の串カツ屋さんだとやっぱりお肉系が多いと思うんですけど、こうチーズだったりとかプチトマトみたいな野菜とかお魚とかもあって、いろいろ40種類くらいメニューがあるので、ファミリーとか女性の方にも人気が出ると思います。